私たち、いろいろコメディ教えてほしい。あ、お笑いをね、日本の笑いを僕らが教える。きっとタクシー杯でいるのを優勝したんじゃないですか。それそうなん、タクシー杯で優勝したの。誰だこいつらはってなってる。それどういう気持ちですか、その優勝した瞬間。まあ当然かなみたいな。ビートたけし杯トップの、お笑いの技術教えてあげますよ。ああ、ぜひぜひ学んどいた方がいい。あ、うん、でそのコメディ多分いろいろなスタイルが そ, うです、ね、そのコンペティションの中でもいろいろスタイルがあったと思うんですけど、うん、ありますあります。僕らはね、ネットで調べた、うんうん、一番目はね、狂言。狂言わかりますかね。狂言わかるけど、狂言脳の時にちょっと調べすぎかもしれない。あ、なんかこんなんなっちゃう。狂言なんだろう、なんだろう、そろりそろりみたいなね。そうか、昔のコメディ、昔のコメディ、そこからお笑いが始まったみたいなことだけど。なるほど、じゃあタクシー杯では、タクシー杯で狂言やらない、取れない、やらない。2番、2番は、はい、2番は、ね、はいはい、落語。落語ね、落語は昔のコメディじゃない。いや、これはもうね、今めちゃくちゃ流行ってる。流行ってる、すごい。逆に若手が今ものすごい増えてて、うん、僕らみたいなお笑い芸人から落語家に転身する人も増えてる。一人でやる、一人でやる、一人で、はい、正座して、正座して、はい、はい、そう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 、はい、で、お辞儀まずして、はい、お辞儀をして、お辞儀、はい、それで一人で何役もやるの、そう、何役をやるの、私はね広島から来たけ、いやー、お、そう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 、いや、落語できたらすごい、落語できたら売れちゃう、売れちゃう、外国人落語で行こうか、お笑い。お笑いはちょっと今お笑いのジャンルの話してる。お笑いのジャンルをしてて、狂言、2個目が落語、3つ目がお笑い。テレビ芸ってことかな。お笑い、ちょっと確かに日本のテレビ芸っていうのは独特なのかもしれないね。ああやって、ね、ひな壇とかないでしょ。ひな壇はない、あれ他のね、アメリカの番組じゃないでしょ、多分。全然そうなの、文化が違うんですね。そうでしょ。漫才、漫才、漫才、いや、うん、これはもう、ね、その、それこそビートたけし杯は漫才で、漫才、じゃあ、はい、漫才の中ではツッコミとボケがあるんですけど、うん、はい、え、ボケは誰ですか。僕がボケです。あ、やっぱり、やっぱり、やっぱり、そう、漫才はその、こう、マイクがあって、このセンターマイクっていうのが、これがもう漫才のね、そうそうそう、一つの、はい、これがあると思う、漫才だよっていうこと。マイク、マイクスタントが条件ね。ってね、変なことを言う、うん、なんでだよ、うんうん、さすが、さすがボケ。今日は一緒にちょっと、まあ、広島の漢字を入れて、自分たちが使える一緒にやるってことね、お笑いをお願いできますでしょうか。そしたら漫才じゃ2人でやるもんだから難しいから、コントやりましょうか。お、うん、いいですよね。じゃあ今日、まあ、いろいろ見てアイディアを考えながら作りましょう、うん、4人でやってみます。4人でいいね。赤ちゃんの車か。赤ちゃんの車ばかりはないよ。それ英語でストローラー、ストローラー。そうですか。本当に？ベビーカーは赤ちゃんが運転してる車ではないじゃん。はい。冗談か。本当に？広島弁講座を始めようか。ほうじゃのー、ほうじゃねー。標準語ではそうだね、英語では That's right。 もう一回言いましょう。男子はほうじゃのー、女子はほうじゃねー。女子か。
よりもしっかり